多くの人を救いたいというふうに考えた時に、技術によってものづくりで助けられる患者さんの数の方が多いのではないかなというふうに考え、理工学部にしました。理系の中でも理工学部を志望する女子というのがすごく少なくて、自分自身が6年間女子校に通っていたので、学習していく中でもちょっとキャリアであったりいろんなものを描きにくいなというふうには考えていたんですが、中央大学は入学式の前に女子学生のみのプレ入学式というのを行っていて、その式に関わっている団体がワイズ中央学生部といわれる工学部事務室主催の女子学生の団体があるんですが、その先輩たちの力強さであったり積極性はすごく輝いていて、憧れる存在に移った、印象でした。入学当時はどちらかというと消極的で、誰かがやってくれるなら別に自分がリーダーにならなくてもいいかなとか、そういうことを考えるような性格でした。1年時はもう先輩方と話せるだけで嬉しいみたいな感じだったんですが、2年生になった時に理工学部事務の方であったり先輩方が、自分から1年生に話しかけに行かないと1年生は話しかけてこないよっていうふうに教えていただいて、確かに自分がそうだったなっていうふうにすごく思って、自分からアクションするということをすごく大事なんだなということをその時も感じました。彼女とは1年生の頃からの付き合いになります。当時はとてもおとなしくて、学科も違うこともあってなかなか接点がなかったんですけれども、それでもワイズの幹事やリーダーを務めるようになり、とても積極的で頼もしい存在になったなというふうに感じています。私が1年生の時からお世話になっていて、その人見知りの私にすごいよく話しかけてくださいました。行動力と責任感がある憧れの先輩です。入学当時は医療に関係するものづくりがしたいなというふうに漠然と捉えていたんですが、短期留学した際にサンフランシスコを訪問して、すごく経済的に格差が広がっているなという現状を目の当たりにして、特に医療格差に関してショッキングな場面を目にすることがあって、医療に関するものづくりに携わりたいという思いが決意に変わりました。私が選んだ研究は、マクロファージがどのように再生に関わっていくのかということを解明する研究を行っていて、マクロファージは自然免疫系の細胞で抗炎症に働く細胞であるというふうに知られています。イベリアトギイモリと呼ばれる有微量生類を使って研究を行っています。この研究を通して、イベリアトゲイモリはとても再生能が高い動物なので、再生のメカニズムを解明することができ、今後人間にとっても再生が可能になるような薬剤であったり関係する製品などを作ることができるというふうに考えています。専門知識をより身につけたいというふうに考えて、大学院に進学する道を選びました。学部と同じ研究をさらに引き続き深く研究しています。与えられたタスクに対して非常に真摯に取り組んでいるというのがよくわかります。で、当然失敗もするんですけど、失敗した後はですね、やはりすぐに聞きに来てくれて、でどうすればいいですかというような、そのちゃんとフィードバックができるという意味では非常に研究者に向いていると思います。研究室での経験を生かして物事を考えてできる人になってほしいと思います。研究を一般の方に分かりやすく説明するというところで、アカデミックで論理的な英語で自分自身の研究を発表できるように、オンライン留学を修士課程の中で考えています。英語の勉強はもちろんですけど、自分自身が
まずその実験の手法であったり研究の目的っていうものをまず母語である日本語でよく理解していないと英語で落とし込めないというか、そういう問題に直面したので、そうですね、自分自身の研究を振り返って今どこに向かっているのか、これからどこに向かうのかっていうことをよく考えるようになりました。将来医療に関わるものづくりを通して豊かな社会に貢献できるような、そんな社会人になっていたいなというふうに考えています。